の続きましてネイチャーポジティブについてお聞きをします。ちょっと時間がやはりかなり来ているのでもう一問飛ばさせていただきますが、この人類と自然との共存という点で農地の環境を守る生物多様性の観点は非常に重要でありますから、農業の環境負荷をいかに減らしていくかについても大事であります。そのために有機農業や無農薬農業、オーガニック農業というのが例えば水質を良くしたり、いわゆる生物多様性を担保したりということで非常に大事であります。世界ではこの20年で有機農業の耕地面積が 6.8 倍に増えています。欧州は耕地面積の約 10% で有機農業をやっている。我が国とアメリカは 0.6% であります。農薬使用量も高温多湿で病害虫が多いために先進国では非常に多い方であります。このような認識のもとで政府は緑の食料システム戦略で推進をいただいておりまして、2050年に有機農業の面積を100万ヘクタール、全体を 25% にして化学農薬は 50% 削減、そして化学肥料は 30% 削減というところまで目標にしております。その中でモデル先進地区の創出、そしてオーガニックビレッジの政策を進めております。その中心はオーガニック農業の推進、そしてオーガニック給食の推進であります。このオーガニック給食について、大量生産された海外食材に比べてやっぱりコストは高くなるんですけれども、その財政支援もこの緑の食料システム戦略の総合対策の予算の中でやっています。オーガニック給食への支援をより強化していくべきではないでしょうか。環境省、失礼しました、農水省ですね、知見をお聞かせしたいと思います。野中農林水産副大臣。学校給食に有機農産物を使っていただくのということは、子どもたちへの食育にもつながりますし、また結果地域にですね、有機農産物の理解を深めていただくという非常に良い取り組みというふうに私どもも認識しております。その中で、生産者から消費者まで地域ぐるみで有機農産物に、関わっていただくということで、私どももオーガニックビレッジという取り組みを今年度から創設して、そこに現在55のですね市町村がその取り組みを進めていただいております。その中で有機農産物の学校給食の活用についても助成しているところであります。2025年まで100市町村、2030年まで200市町村の実現を目指して、その中で学校給食の有機農産物の拡大について取り組んでまいります。今井田君。どうもありがとうございます。ぜひぜひお願いをしたいと思います。オーガニック農業、今だいぶいろんな技術の更新進化で手間かからなくなってきてますんで、ぜひいいかと思いますのでよろしくお願いします。